昭和集は、笑い話や、冗談の類でまとめた書籍のことである。権力者を風刺した話からいわゆる、下ネタ、無学者を笑う話から逆に彼らをあざけ笑っている。学者や、知識人たちが失敗する話などその種類は、多彩である。中国では、義の家臣であった、簡単圧氏による、少林が古代における集大成であると言われている。だが、 当時の主流派である儒学者からは、低俗な書籍として忌み嫌われて排斥されてきたために、中国ではその多くが散逸してしまった。秋尾に入ると、大衆文学が盛んになるとともにこうした説話を集める人たちが増加して、再び盛んになった。その代表作が、超南製の、笑い遺産と、表夢流の、笑いふである。両方とも著者は、政治的には不遇であった。 政治家、受学者であった。前者は交換にまで登りながら、検診技術権によって流刑にされ、後者は民の滅亡後も南米政権に加わって、新軍と戦って戦死したとも、亡命先の日本で隠ししたとも言われている。身体の少林後期が近世における集大成であり、以後のものは以前の作品の焼き直しばかりとなり、衰退していくことになる。 風来山人による小薬本、三話ライフ。安永五年イコール1776年間。万獣怖いの原話の部分。日本でもこうした、明の昭和州の影響を受けて、江戸時代初頭に安楽庵削伝によって、清水章を表している。続いて、昨日は、今日の物語などが出されて以後日本でもこうした、昭和本が書かれるようになった。 江戸時代中期から明治にかけては、漢文の昭和集の和国本がいろいろと刊行され、広く読まれた。最初に出たのは、漢延四年に刊行された丘八九編、開口信号である。漢文昭和の原文に訓点を施し、ところどころ漢文の左側に、江戸時代の口語で、短い訳語を付す、という定裁であった。開口信号の成功を受けて、以後、この定裁に習った。 漢文昭和集が続々と刊行された。例えば、平賀県内も、笑い譜の小略、三笑いフを出版している。江戸小話の原案も、元は、こうした和漢の昭和本の本案に由来しているものが多いとされる。中国における講談や日本の落語も笑い話を持って、観客を笑わせていくという流れの中において、成立したものであり。 今日の漫才などのお笑い全般に至るまで、その影響力は、決して小さくはない。ありがとうございます。